皆さんこんにちは。こんにちは。レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と幹事長の勝田南とレブラ君です。そして本日も先週に引き続きまして、予備役ブルーリボンの会幹事で即応予備自衛官能登半島地震の災害派遣に出動されました西村光さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、先週ね、生々しい災害派遣の実態をお伝えいただいたんですけれども、ね、それこそ雑誌正論にも書かれておられましたけれども、予備自衛官の運用の仕方そのものについてもいろいろと思うところがあったようですね。そうですね。まあ、こういう正論さんから、ちょっとまあ、災害派遣についてとか書いてくれないですかという、まあ、オーダーというか、お話がいただいたときに、本当にこういう機会いただいてですね、今まで思ってたこともちょっと踏まえて、まあ、書かせていただこうかなと思ってます。うん、はい、思ってきました、うん。その、今まで思われていたことに加えて、今回の実体験を踏まえて書かれたんだと思うんですけども、やっぱり一番強く印象に残っておられること、強く思っておられることは何でしたか？まあ、そもそもなんですけども、まあ、現職の数も減っている。で、まあ、予備自であったり、即時の数も減っているっていうのは、まあ、ずっと分かってましてですね。で、まあ、社会的にも、まあ、人手不足という中で、自衛隊も仕方ないとこあるんですけども、やっぱり確保していかないといけないのは、もう予備役だなと自分、日頃を常々思ってましたんで、で、まあ、先週の前回もお伝えしたんですけども、この1日のこの災害で特殊な場所で行けるのは自衛隊しかない。だったら、もうこれ予備役の運用しかないと思ってたんですね。もうすごい、それ今までにない運用をすべきだと。それを、まあ、国民もそうですけども、予備役という存在を知らしめる、まあ、言葉は間違ってるかもしれないですけども、まあ、大きな、チャンスだなと思ってました。はい。うん、なぜ予備役じゃなきゃまずいと思われたんですか？まあ、そうですね。今、世界で戦争起きてますし、それで運用されているのは、まあ、ロシア、ウクライナもそうですけども、ほぼ予備役でもありますし、まあ、やっぱり国として予備役の存在は大切だなと。今の世界の情勢見ても、はい、思ってました。あと、どうぞ。あ、いえいえ、荒木さんどうぞ。まあ、例えば実戦ということになると、やっぱり現職なり、ね、予備役の中で、まあ、即時の皆さんが、どうしても必要になるけども、まあ、再派であれば、まだ、一般のね、予備時でも、まあ、今の訓練じゃ足んないかもしれないけども、ある程度は役に立てるわけで、ね、そこのところをもうちょっと、自衛隊の方でもこう広げる努力をしなきゃいけないし、まあ何しろね、国民の中でも知らない人が多いから、そこをね、やっていくことはすごい大事ですよね。そうですよね。まあでも、ようやくって感じではあるんですけども、だから、言い方それこそ悪いんですけど、自衛隊自身が国民の理解といいますか、振り返ったら、まあ警察予備隊の時から、災害派遣はしてたんですけども、うん、そういうことは、まあ、マスメディア全然扱わない。ようやく具体的にテレビで NHK ですら迷彩服を、まあ迷彩服と作業服を映し出したのが、阪神淡路大震災だったと思うんです。で、あの時に関して、まあまあ組織としても、まあ教訓があってですね。で、本格的に本当に使われたのが東日本大震災。うん、そこで、とんでもない数の現職であったり、その予備役っていうのを初めて東日本で使われまして、で、ようやくまあちょっとして存在を知られた。でそこから本当にまあ自然災害起きるたびに、予備役も運用されてるんです。だから、次の段階に来てるなと思ってまして、組織としても。うん。で、まあ、この日本はね、自然災害多いですし、その度に自衛隊の現職の方が行くよりかは、本当に予備役に運用させた方がいいなと思ってまして、うん、その枠を広げるチャンスだなと、ずっと思っ
ってたんですね。で、まあ、行く道中、そんなことずっと思ってまして。うん、はい。まあね、東日本の時には、私ら、ね、当時、東京地方所属の予備自衛官も、一応、もうすぐに、行けますかっていうのはね、声はかかったんですけどね。結局、最終的には呼ばれなかったんでね、あの時はもう本当にまだ準備が十分できてなかった。まあ、あれが一つの教訓で、まあ、次に行ったのかなっていう感じはね、するけど。そうですね。千人に一度の震災で呼ばれないんだったらいても意味ないやって辞めちゃった人も結構いましたからね。あれは自衛隊にとってはいい教訓になったんじゃないかなと私も思いますね。あと、西村さんが、正論に書かれていた中で私がすごい共感したのは、やっぱり現職もすごくね、人手不足も相まってやらなくちゃいけないことがいっぱいある中で、そうそう、こう、安易に災害派遣に呼ばれてしまうと、本来国を守るために備えておくべき訓練をできないっていう状態が、まあ、品質していると。にもかかわらず、鳥インフルだなんだって、お手軽にね、自治体から呼ばれちゃうと、それに時間を取られてしまうので、そういう場面こそ予備役が活躍したらいいんじゃないかっていうのは、本当にその通りだなと思いました。本当にその通り。あ、どうぞ。いやいや、本当にその通りだなと。うん、まあ、その議論がね、まあ、してるようで、それこそ、東日本の時から、もっと前からされてましたけど、何か災害起きて自衛隊の運用という話になるんですけども、結局、進んでるのかなと思ってたので、この機会いただいた時もちょっとそこは入れとかなあかんなと思って。うん、まあ、西村さんの場合はね、もともと大阪の府会議員をやりながら即時をやってたわけで、まあ、そういう意味で、この政治家としての見方、政治家として改めてこの予備自衛官制度とかそういうのを考えるとまた別のものもあるんでしょう。そうですね。だから、まあ、正直、即時は結構ハードルが高いと言いますか、うん、制度は出来上がってるんですけども、まあ、なんでしょう、結構まあ30日間であったり、予備自衛官法から上がってのハードルも高いではありますので、うん、そこはちょっと柔軟にしていかなあかんなとは思ってます。はい。だからコロナの時に、まあ、全国的に看護師といいますか、が少なかったというところもあってですね、だからその技能線も増やしていかないといけないなっていうのが、うん、多分あの時いろいろ感じられたと思うんですけど、そこら辺もまあマクもまあ取り組んでるんですけど、もっともっと国を挙げてやらないといけないなと思います。はい。あ、そういう意味でね、今回西村ひかるさんが雑誌正論に一石を投じてくださった意義っていうのはすごく大きいと思いますし、うん、まあそこからね、私たちも含めてもっとその輪を広げていかないといけないなっていうふうに感じさせていただきました。貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます。西村さんにはもう一周お付き合いいただきまして、今度は拉致問題についてもお話を伺っていきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリックと X のフォローもよろしくお願いいたします。ではでは、また来週お会いいたしましょう。